よっこいしょ。おはようございます。ワタックスです。今日ね、今から、旅行のね、準備をしていきまーす。まあ、カバン開けたけど、衣類はね、もう送っちゃったから、あと持ってくもんといえば、カメラ関係の機材かな。なんかそれをね、持ってくんだけど、このね、旅行カバンのアングル作ったけど、あんまり意味ないな。詰めるもんがないから。で、今回持ってくもんはね、もうほぼね、カメラ類だけになりそうなので、まあ、持ってくものをずらずら出していきますか。まずは、これ。このいつものミニ三脚ね。あと19ミリのレンズ。ちなみにこれ今ね、16ミリで撮ってます。モバイルバッテリーはね、2つ持ってきますよ。チーロのとアンカーのを持ってきます。で、忘れちゃいけない GoPro。これはもうほぼね、タイムラプスを撮るためだけに持ってきます。で、α6500 のね、バッテリーです。これなかったらね、やばいから、これはもう、マジ必須。もう常にバッテリーは3本体制で行って、このね、給電器を使って、給電器とね、このモバイルバッテリーね、これを併用しながらね、やっていく感じですかね。で、16ミリの ND フィルター。使うかどうかわかんないけど、iPhone をね、このミニ三脚とかに立てる時用の、なんて言ったらいいんだろう。なんかその引っ掛けて固定するやつ、これ割とね使えるんですよ。このねモバイルねハードディスクをね今回持っていきます。いつもねまあ撮る尺もまあ動画の数も多いので、確実にね今この128ギガの SD カードだともういっぱいいっぱいになっちゃうから、まあ別の SD カードに持ってって、それをね、輸送用として、まあ、やってたんだけど、まあ、いっそのことを、これハードディスクにね、入れた方がいいかなと思うので、今回はね、これをね、持っていきます。まあ、500ギガあるから余裕でしょう。まあ、大まかにはこんなとこかな。まあ、Amazon から色々来てるので、それも開封してきますか。これね、19ミリ用のね、ND フィルターね、買いました。まあ、2700円だったので、この前ね、ビッグ行って、まあ、割と可変フィルターの、ね、値段が高かったので、今回はね、このね、K&F、うんちゃら、K&F かな。ここのね、ND フィルターを使います。これ今開けてこっちの裏見てたらね、 K&F うんちゃらとか言ったけど、 K&F コンセプトか、 K&F コンセプトっていうメーカーですね。これうんちゃらじゃねえわ。もう箱はいらないからね、もうこのままケースのままね、そのまま持ってきます。でもう一個ね届いてんですよ。これもう一個届いてるので、これもすぐ開けちゃいます。よ、箱でかい割に入ってたのこれだったっていうのがね、もうアマゾンあるあるだな。丁寧な梱包ありがとうございます。で、中身がねこれや、これよいしょ、ちょっと待って。 GoPro をね、なんて言ったらいいんだ、窓とかにねまあつけれる吸盤型三脚というかアームみたいな感じ。営業さんのね動画でこれ紹介されてて、で前からねこの吸盤でくっつけるやつ欲しいなって思ってたんですけど、なんかめちゃめちゃ安くてね1000円だったんですよ。これなんでね早速買ってみました。これが GoPro のアタッチメントで、これが本体ですね。まあネジ式で固定できるので、このネジ自体は結構割と簡素な感じになってるから、あまり振動がねガタガタあったらおそらくねちょっとずつずれてくると思うんですよ。だけどまあいいでしょう。
あ、結構なんだろう、ストッパーというかカチカチなるからそんなずれない感じか、これはもしかして。で窓にベチョって貼ってあげて、このアタッチメントでねカチンとくっつけてあげれば、まあ GoPro のそのタイムラプスだったりとか、あと車、まあ車もそうだし飛行機でのね動画とかもね割と撮れそうなので、これをね今回使ってきます。まあこれで今回の装備が全部かな。これをねこの100円ショップで買ったね袋に収めていこうかなって思ったんだけど、なんか入らなさそうだからちょっと袋に関しては考えよう。とりあえずねこの装備で今回は行ってきます。まあ、せっかくなんでねちょっとこれくっつけてみました。で実際にこれ吸盤のねやり方なんだけど、ここがねこうパチンってなるようになってて、こういう風にグッと押さえて押すと、うん、これでねもう固定されてるんですよ。こんな感じで、いいよ、うお、もう全然動かない。これ意外と弱いかなって思ったけど結構強いね、これ吸盤の押さえる感じが、おいい感じで、取るときはここに出てるのをペロッとやってやればね取れる仕様になってます。これはやっぱずれるからこういう風に、まあここをもうちょっと固定グッとしてあげれば大丈夫かな。先端はねもうどうしてもフラフラしちゃうから、先端がフラフラしないように、まあこういう風な感じにしてあげるとかすればねあんまりガクガクならないかなと思います。まあこれもねちょっとねどういう風に取れるかっていうのをこの商品をね検証する意味でも今回トライしてみようと思うので、ちょっとねどんな動画が出来上がるか楽しみにしててください。とりあえずね準備は整ったかな。まあ準備らしい準備って言ってもね、ほんとね今回旅行バッグに対して入るねその荷物があんまりにも少ないので、まあいっか、とりあえずねお土産とかなんか帰っ持って帰ってくる時にいろいろ詰めることがあるので、ちょっと余裕を持ってね持っていきたいと思います。いやー、さあじゃあちょっとね、まあおばあちゃんの法事があったりいろいろなんで、まあでも動画どのぐらい撮れるんだろうな、よくわかんないけどね、まあ今回はねいろいろまた撮れればいいなと思うし、ちょっとねどっかでライブしようかなと思ってます。 iPhone だけどね。今日はねカラープロファイルのね6番で撮ってます。6番はねシネ4ってやつで、今までねカラープロファイルの7番の、S ログで撮ってたんですけど、どうもねソニーを使ってる人たち曰く、カラープロファイルの6番がね割といいっていう話なので、今回ね試してます。でシネ4はねシネじゃないや S ログと違って、ISO の値のね一番下が200からスタートなんで、まあノイジーではないとは思うんだけど、ちょっとねどんな絵が撮れるかっていうのをね今日今試してます。まあカラープロファイルなしでもねちょっとしばらく撮ってみたんだけど、やっぱねカラープロファイルなしで後でカラグレしなく、まああんまりカラグレしなくていいやって思って、まあ編集もね楽は楽だったんですけど、なんかね自分の中でのねモチベーションがねちょっとね、今までカラグレを前提でいろいろやってきたのにそれがなしになっちゃったから、なんかちょっとね物足りなくなってきて、それでねちょっと戻すことにねしました。まあ今日は、カラープロファイルの6番のそのシネ4ってやつを試してるので、まあこれで良ければしばらく続けてみるし、また S ログに戻してみたりとかね、またいろいろとね試行錯誤のね日々が続くかな、続くかな。まあ Vlog なんでね、そのかっちりとしたスタイルでやるっていうよりかはもう毎回毎回違ってでもいいから、なんかねちょっと新しいことをねどんどん入れていきたいとは思います。